読売ジャイアンツ対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発、小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。胸元へ持ってきました。ストライクです。落ちる球できました。インコース打ちました。いい当たり。追っつけて打ちました。バッターは2番に入っている筒香。ピットでランナーを一塁に置いています。マウンド上のピッチャーは山本、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目。打ちました。さあ、そしてバッターボックスには丸が入ります。さあ、一打先制のチャンス。まあ、やはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。バントしました。打順は4番原。ジャイアンツきっちりランナーを進めています。さあ、ジャイアンツ先制のチャンスを迎えています。まず際どいコースをついてきました。さあ、2球目は何か。外へのスライダー、ここは見極めています。ああ、いいボールですね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。打った、高く上がった。ぐんぐん打球は伸びている。伸びて、いやか、初球ボール、インサイド落ちました。打席には6番バッター浅村。ピットでランナーを一塁に置いています。バッターは7番に入っている鈴木。ジャイアンツこの回先制となるスリーランホームランが出ています。打ちました。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。山田が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。初球打ち、バッターボックスには指名打者のビシエド。ピットでランナーを一塁に置いています。走ってきませんね。走りませんね。さあ、3球目は何か。走ってはきませんが一塁ランナーは俊足です。引っ張った。さあ、そして打席には落合が入っています。さあ、ワンアウトになりましたがランナーを得点圏に背負っています。まあ、こういった序盤でも触ってインサイド、打球は左中間へ。そしてバッターボックスにはバレンティンが入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたがピンチは続きます。まあ、こういった要所を締めて切り抜けてほしいですね。なるほど。バッター、これが1球目。初球変化球は空振りです。次が2球目、引っ張った。2回になります。ジャイアンツの攻撃、8番バッターはキャッチャー小林。バッターボックスには代打の阿部。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。バッターは9番に入っている源田。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスには代打の柳田。
山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、2球目は何で来るか、打った、さあそして打席にはクロマティが入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあここで追加点が入るとぐっと勝利が近づくでしょうからね。なるほど、そうですよね。まあここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。なるほど。さあレフトへ、さあそしてバッターボックスには筒香が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあこういった終盤の追加点は重要ですから、この打席はしっかりつないでいきたいですよ。なるほど、そうですね。今のはバッターよく見ましたよね。はい、インコースわずかに外れてボール、インコースインコースと続きます。審判の手は上がらない、ボールわずかに外れています。打ち上げました、ここでジャイアンツ守備を変えてきました。ジャイアンツ最後の攻撃になります。打順は6番柳田。ジャイアンツリードで迎える最終回です。これが初球、インコース詰まりました。バッターは7番に入っている中村。石川、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスには代打の浅村。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。アウトコース打ちました。バッターボックスは8番グラシアル。2アウトになっています。この回の石川、たった2球で2アウトにしています。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思います。はい、そうですよね。低めきました。次が3球目、インコース詰まりました。内野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。